ね、リンゴがあれば可愛らしいんですよ。リンゴがないと結構怖いというもうさっきからこの手が怖いですね。あげます。ちゃんと性格が出ましたね。ちゃんとね。まずはここに来てほしい。あります、ちゃんと。実はね、これ新しく設置したおやつなので、ただちょっと慣れてなくて慎重なんですよ。まだ珍しく降りるとね。じゃあ、ふーちゃんここ来て。ふーたん、どこ行くの？そこはそこはお客さん見づらいかな。僕そこもすごいけどね。どうせならこっちの階段の方にしたら、ここにしたら。というわけでふーたです。まだちゃんと立てます。ちょっと僕やる気ないです。まだ立てます。15歳になってるんですけど、まだね、ちょっと背中丸かったと思いますが、高齢に入ってますので、ちょっとなかなか上手にはもう最近立てません。で、ふーたも最近ね、あんまり立つ理由がなくなってます。っていうのも、この場所はもうふーたの場所になっているので、彼にとってここにいる時は安心安全なので、唯一危機感を感じるとしたら、私からリンクを取られるんじゃないかという危機感ぐらい。彼は私から今距離取ってますからね。なので、それ以外は全くもって、お客さんのことも怖くないし、別にここにいることも怖くなくて、あんまりね、見張りをしたりとかするために立ったりすることは減っています。ただ、高い笹をね、食べたいなと思った時に立って手繰り寄せる時はありますので、そういったところで立つ姿も見ることはできますが、最近彼知恵つけてますので、それをあえて視線しないで竹筒から抜いて食べます。年の子ですね。知恵つけるんです、動物園の動物って。さすがです。なので、なかなか綺麗な立ち姿が最近ちょっと見れておりません。カラフーさん来てくれました。もう一回だけちょっとお客さんに見せてあげてくれるか。偉いね。まだ立ちます。後ろの人には見えなくて申し訳ないです。ふーたんのね、身長は80センチから90センチの間しかありませんので、なかなか後ろの方見れなかったと思います。珍しく今日は下に降りてきました。本当はそこの土台に乗せたかったんですけど、それを彼は拒否しましたね。頭がいい。私が何回かここから最近ずっと続けてるか、多分彼先読みしてくれます。ひどいですね。なので、結構ね、こういう行動から皆さんも推測できるかもしれませんけど、レッサーパンダ自体の結構神経質な動物で、なのでやっぱり新しいものがあるとそこには近寄らないし、あとは、いくらね、知ってる飼育員でも僕が大好きなものを取られるんじゃないかっていう多少のこの疑いの目が残ってますので、このぐらいの距離感は取られます。そういう動物です。なので、野生でもなかなかね、野生で、あ、レッサーパンダだっていうふうに出会うことはなかなかありません。っていうのも、レッサーパンダ自体が四川省の大体、ヒマラヤ山脈とかにもいますけど、標高的に3000メートル近くを暮らしますので、そうすると私たちで分かりやすく言えば、富士山の高さのぐらいのところで彼らが生活してます。なので、私たち簡単に富士山登頂できませんので、そういうところからも分かるように、なかなか野生のレッサーパンダには出会えません。皆様、こちらに来ていただけると嬉しいです。最後あっち行こうね。こっちで、ちょっとね、見えてる人もいると思いますが、ふーたんの今右目、白内障で白くなってます。もう見えてません。ただ左目が見えてますので、ちゃんと私のところも来てくれてますけど、来てくれる理由はリンゴがあるからです。今日は頑張ってくれてるね。ありがとう、ふーちゃん。ちょっとね、完全にもうやる気がなくなってきてます。こんなもんです。ちなみにふーたさんを怒らせるの一番怖いです。
生活がちょっと出来上がってます。アイドルを怒らせていますね。最後こっちに来てくれることを願ってるんですけど、皆さんの方見てくださいと、いっぱいこんなに前回に来てくださいっていう風に紹介をしておりますが、だいたい寿命は18歳前後ぐらいと推測しています。なので多分そこから高齢に入ってますよという風にアナウンスをしております。ただですね、まあ、他の動物園で21歳とかが全然いますので、まあ、ふたももしかしたらね、それぐらいまで長生きしてくれるかなと思っているんですけど、まあ、動物のことなので何とも予測できません。ただ今見てもらっても分かるように、感じには見えません。なので多分長生きします。リンゴはあるよ、ふうさま。こうやってるところに見えてると思います。素敵なお口見てあげてくださいね。あ、ふうちゃん、ここはちょっと怖いかもしれない。学生の人では、学生の人の先生も行います。ね、分かってますよね、リンゴあるってちゃんと知ってます。というわけで、ほぼここで最後ですね。はい、ありがとう。偉い。というわけで、ふたのガイドはこれでおしまいですが、今度はお隣にいるふたの孫とその婿がいますので、こちらを紹介していきたいと思います。もう見て